B1 ブースソルティールでございます。5人の作家でビーズに関してもいろんなものを提供してますので、お宝探しにぜひいらしてみてください。ラリエットはいろいろな付け方があって、皆さん知らない方もいらっしゃると思うんですけれども、付け方も含めてお教えしたいと思いますので、気になる方はご連絡いただけると嬉しいです。ラリエットが動いてもいいように、側面でも裏でもパーツが入っておりまして、どこを向いても綺麗に見えるようなデザインになっています。今回の新作のご紹介です。タイトルはスプラッシュという名前になります。ポイントに多面カットのチャコビーズを使用し、波のような流れを表現しました。ネックレスサイド部分は波しぶきの細かい水滴が飛び散っているイメージです。ふわっとした軽い編み地になるように工夫しました。ひと手間かけた感じになります。そしてこの中心のポイントパーツはサイドに持ってきてつけていただいても素敵になります。お色違いでブラックのタイプがございます。ぜひお好みでお選びください。天然石をふんだんに使った腕時計のご紹介です。タイトルは今何時。いっぱいアクセサリーをつけたいけれども時計もつけたいという時にいっぺんに済むというコンセプトで作りました。石はローズクォーツ、ブルーレースアゲート、アメジストなどをご使用しております。組み合わせとしては癒し色タイプの組み合わせです。電池も変えられますので、ずっと続けて持っていただけると思います。ぜひご覧になってください。こちらのピアスも大変人気となっております。こちらフローライト、エンジェルフィザーフローライトといいます。天使の羽のような白いふわふわが入っているのがエンジェルフィザーに見えるので、そのような名前がついております。フローライトは日本語でホタル石と言います。その名の通り蛍光するものがございます。こちらのフローライトももちろん蛍光します。普通のライトを当てると普通に見えます。上手にできた。できた、できてるのすごく楽しかったです。よかったです、よかったです。マルコ長谷川工作所と申しまして、1924年創業でもうすぐ100年の、メーカーになります。まあ、主にこちらの、ペンチニッパー類、を製造してまして、まあ、こちらのホビー、まあ、ビザート所ですので、ホビーのものを中心に、持っています。おすすめなんですけれども、まずこちらですね、初心者の方が一番最初に、揃えるべき、道具で、ニッパー切る道具ですね、とラジオペンチで丸ペンチ、丸メル道具、まずこの基本3セットを揃えていただくと、基本的にまあこういった、これうちの工具で作ったものなんですけれども、こういったアクセサリーを、きれいに作ることができます。これちょっと寄っていただくと分かるんですけれども、はい、そうですね、この後でみんなこうキューピンをつないでるのはみんなうちの工具で、作ったものですね。ビーズを通して、ピンを丸めてつなげていく。で、これがもうネックレスですね。こういう風に。アールジャムの柴田と申します。インドリボン等を今メインに何でも売ってますので、よろしくお願いいたします。こっちは素材博物ということなので、
あのインド刺繍リボンが売れてるということで、インド刺繍リボンをメインにあちらの方にヨーロッパの生地とかその他もものを出させていただいてます。まあ、あのイベントということでイベント価格で安くご提供しているので、ぜひぜひ一度足を運んでいただければ幸いでございます。ありがとうございます。また何とかでも。ビーズクロッシェ、ステッチ、ビーズ刺繍などいろんなキットや完成品を販売しておりますが、今回の目玉新作はですね、ビーズステッチで編む、ボックスシリーズになっています。季節折々の、お花のボックスですとか、それからこちらですね、いろんなモチーフの、ボックスになってきます。特に今回ビーズアートショーで目玉で新作用意したのがこちらのおうちボックスになります。こちらどういうボックスになっているかというと、屋根が開きます。アメちゃんが6個ぐらい入ります。たっぷり入ります。そしてこの、おうちには窓がついていたり、こんな風で木組みのおうちということでタイトルにしているんですけれども、ちょうどドイツのローデンブルグのですね、街並みをイメージして、デザインしてみました。がっつり編み応えがあるように思いますが、コツコツとですね、作りやすいように、楽しんでいただけるように作っておりますので、ぜひ、作っていただければと思います。何をどうやって作ったんですか？きれい、このボンドの生地があるでしょ。それをあのバッグにして、ここにシートがあるの。こういう柄のシートがビーズの、それをアイロンでかけるとここに映るの。だからもう細かいことしなくていい。みんなそうなの。他にはそれとね、これもそうなの。ちょっと私すごいすごい、すごい全身ですね。わーすごいすごい。何これもシートがあって、でアイロンをつければみんな映るの。これがでこれが転写っていうので、はい、包装紙みたいな紙があるんですよ、ね、それをこういう形に切ってアイロンするとみんな映るの。すごい。でこのビーズもみんな映るの、アイロンで。でこの今はもうビーズもアイロンでくっつるの。すごいでしょ、その世界って。お帽子もそうですか？お帽子もそう。イヤリングも。あ、そう。マスクもそう。マスク作ったんですか？ここに糊でね、アイロンでくっつくんで、アイロンで全部くっつく。指輪を、ルバンも、これガリットパンツ。写真撮ったら、そして来週ですね、神戸ということで、神戸のビーズアートショーの日本にも出展します。 A の3ブースになります。メニューの方は同じになっておりますので、ぜひご都合合えばお越しください。お待ちしています。今後12月に銀座コレクションコスチュームジュエリー店に出店しますので、ご興味のある方はぜひそちらも来ていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。